皆さんこんにちは、やさんです。今日ですね、久々のソロキャンプやってきました。今日ですね、クラブ西宮というキャンプ場ですね。はい、以前にね、家族で下見には来ましたけども、初めてね、今回ね、キャンプさせていただきますので、楽しんでね、まいりたいと思います。前見に来たのあれいつだったかな、たくちゃんとね、うちの奥さんとね、一回一緒に来ましたね。ブランコがあってね、あの大きいコールマンの椅子がありましたね。あ、早速ほらあそこにね、大きい椅子がありました。エアストリームが納品されたみたいなことがホームページやったかな、インスタやったかなに記載されてましたけども、あっち今日はね、空いてるみたいでね、わりかしこうたくさんのサイトを選ばせていただいたんですが、暑いのでね、影になるところに行こうと思います。日差しがもうとっても暑いので、ちょっとね、木に囲まれたところにね、キャンプしたいと思います。今回のキャンプサイトは、はい、こちらになります。ほら見てください、日差しね強いですけどね、こうやってね、もう影に囲まれてね、とってもいい感じ、プライベート感満載ですね。じゃあこちらでね、早速セッティングの方ね、してまいりたいと思います。なんでやねん。テントを張ろうとしたら、なんとね、フレームをね、忘れてきてしまったみたいで、急ぎで家にフレームを取りに行ってきました。はい。約ね、1時間ぐらいでね、戻ってくることができましたので、今からね、ようやくテントのね、設営を始めたいと思います。今もだいたい4時ぐらいですね、今ね。ちょっと1時間ね、ロスしてしまったんで、はい、今からね、テント設営したいと思います。とりあえずね、一通り、はい、完成しました。いやいや、もうね、ハプニングがあったんでね、もうどうなることかと思いましたけど、はい、こんな具合でもうほぼね、はい、セッティング完了でございます。じゃあ楽しんでまいりましょう。
こうやってですね、備品関係もね、はい、売っております。とりあえずね、薪買いました。であとね、ちょっと虫が多いんでね、蚊取り線香ちょっといただけるそうなんで、はい、もらいます。ここは受付になってて、でサイトがね、あの辺見えるかな、黒い車見えますかね、ちょうどあそこのサイトになります。いただきます。準備できましたんでね、ちょっと先に一杯やっちゃいましょうかね。はい、ちょっと今蚊取り線香つけてます。はい、ということで、あの晩ご飯はね、お肉買ってるんですけども、とりあえずね、イカのお刺身と、あとカツオのたたきとクジラベーコンでね、いただきたいと思います。じゃあ、いただきましょう。よっしゃー、いただきます。あー、めっちゃうまい。あの、今日はね、ちょっとバタバタしてたんでね、まだキャンプ場をね、ちょっと明日でもね、回ってみたいと思います。もう今日はね、ほんともうハプニング発生したんでね、もうめちゃめちゃ疲れた。もうまさかのね、家まで往復でしたからね。はい、ようやく落ち着きました。うまそうだ、めっちゃ美味しそう。うん、うまっ。久しぶりやな、クジラベーコン食べるの。あー、うめえ。さあ、ビールね、2本目です。はい、のこの肉厚すごいよ。いや、生のニンニク欲しかったね、高知みたいにね、高知式でね。